はい、こんにちは、ペソでございます。コメデン続きやっていきたいと思います。第2次派生の戦いですね、多分これで終わるんでね、後半戦ということになるとは思うんですけど、マチューさんがねレベル30になってくれたら一番楽なんですけどね。いや、そうですね、こっちからで、人生情報よ。で、よいしょ、こういけばダメージ受けないね。これをちょっと使ってみたかったんですよね。大豪華いやあーそうか、セブさんね、これ誰？あ、リクソンさんか。さあ、これであとは2部隊ですね、カレーとリクソンさんと。あら、失敗した。
ましたと。囲んじゃいましょう。すごい一発やつけた。さあ、どうにか5軍を撃退できたかとね。ガーディス・リクソンではなかなか手強い相手だったということですね。さあ、ボーナスも入ったし、これは大きいな。正常まで退却せよですね。こうなってはいい、致し方ない。高陵にいる帝鳳に援軍を要請しようとね。我らはいかがいたしましょうとね。今の我らに攻勢に出れるだけの余力はない。城内に待機し、食軍の来襲に備えよと。残った兵力で援軍が来るまで白帝城を出するのだとね。何、リクソンが敗れたと申すかとね。は、現在は白帝城にて残存の兵とともに牢城の準備を行っているようですと。このままでは考慮も危ないと。こうなれば陳が出陣しようとね。陛下、それはなりませんとね。陛下の身に万一のことがあればは一体どうなりますか。しかし長所考慮は北和城与東派兼業に通じる慶州最大の要拠点だですね。ごめんなさい。高陵を他国に取られるわけにはいかん。ここは陳が出なければならぬのだとね。で、孫東さん、愚本さん、節操さん、周泰さん、そなたらはすぐに高陵に向かえとね。陳も準備が整い次第出陣するとね。はい、それではお先に参りますと。長所そなたに権限を嘘を任せる。しっかり守っていてくれと。はっ、どうかお気をつけてと。では軍議はここで終了だとね。首相も出陣の準備を出せ。陳も支度せねばならぬなと。陛下お持ちくださいと。諸葛金、それに保室に来よう。陛下、お叱りの承知の上で申し上げます。どうか職と戦うのはおやめくださいと。諸葛金殿の言われる通りです。五月食と争っては医療の戦いの二の舞でございます。もし今回もまた五が勝つという保証はどこにもありませんと。ここは食と言いまいと和を取りましょうと。諸葛金、保室雇用、そなたらの気持ちは痛いほどわかると。しかしもう戦いを止めることはできぬと。
諸葛金そなたも出陣の準備をいたせ。はい、陛下のご命令とあらば。ああ、諸葛閣さんね、父上私も皇陵にお連れくださいと。うん、我が弟諸葛千が銃を抜く。諸葛全が職軍で活躍と聞いていますとね、ぜひ、ぜひの前に彼とぜひ戦ってみたいです、どうか私をお連れくださいと。またそれそなたはとね、その負けん気な性格は私よりむしろ孔明に似てるなと。仕方がない、そなたを変えることはできるな。この戦いもとね、それらお許しをいただけるんですかとね、うむ、生きて帰るのだぞと。ありがとうございます、父上の子として恥ずかしくない戦いをいたしますと。この戦い後の命運がかかっておると。負けるわけにはいかんのだとね、うわすごいスピードできましたよね。はい、ということでね、ごめんなさい、だいぶ今回はまだ12分ぐらいなんですけどね、ここで一旦終わりたいと思います。ちなみにちょっと道具屋とか覗いてみましょうか。車輪とかはないんですよね。序章、男は頭が良くなくてはダメだよねと。序章、観光様はお元気ですかと。上昇のご規則、千様も長雲将軍のご規則、東高両将軍も立派に成長なされましたなと。昔一度だけ長雲将軍との手合わせをしたのだが、お礼のかなう相手ではなかったよと。千様のご活躍、上昇だけでなくても皇后夫人も喜びのことでしょうと。長谷の東には白帝城があります、景色の良いところですよ。上昇、ご安心をなりませんと。あれ見たな、これか。あー、これで一通り見たのね。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごめんなさいね、ちょっと時間ペースがね全然守れてなくてだいぶ短くなっちゃいましたけどね。で、次回の戦いは白帝城の戦いの第2戦という形になりますんでね、これもちょっとねボーナス経験値を狙って、うまいことやってきていければいいかなとは思ってますんでね、お楽しみにしておいてください。またチョイスの順番によってね舞台配置が変わるみたいですんでね、その辺もちょっと加味してやってみたいと思います。それでは次回までお楽しみに。さよなら。